ではごゆっくりお楽しみください。こちら業務スーパーのチョコレートトリオチョコチョコバタービスケットとチョコレートバターワッフルを食べたいと思います。バレンタインも近いですからね。やっぱりチョコレート美味しいですよね。ベルギー大体なんか濃厚なイメージあるんですけど、これもそうなのかな。では早速チャンネル登録よろしくお願いします。はい、出してみました。なんかこっち側はいろんな色があるように見えますね。クッキーの方がなんか白だったり濃いめだったり薄めだったり、バターワッフルは統一ある。ではこのトリオチョコビスケットの方からいただきます。どんな感じなのかな。断面はこんな感じですね。ではいただきます。甘め、かなり甘め、ちょっと苦めといった感じですね。でもそこまで極端ではないので食べやすくていいと思いますよ、これ。はい、続きましてはワッフルの方。これも薄焼きの固めのワッフルですね。どんな感じなのかな。断面を割ってみるとこんな感じです。ではいただきます。こちらはサクサクはしてますけど、ちょっと足りないかな。せっかくだからもっと感じたいんだよねと思えてるのが残念です。こちらのビスケットの方、ノーマルなミルクがちょっぴりビターな濃いめのチョコレートビット、ミルクガムでホワイトチョコレートが3つあって、それぞれの味を楽しむことができました。それぞれの味を楽しむことができるので、お好みで分け合ってもよし、全部食べてもよしの万能選手でした。ちなみに個人的にはこのホワイトチョコレートが一番好きでした。なのでこのホワイトチョコレート、ミルク感が強くてとってもおすすめです。なのでこのホワイトチョコレート代表選手としてこちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのチョコレートバターワッフルはちょっとチョコレートが強すぎて、ワッフルのバターの香りが味わえなかったのは残念でしたね。だから全般的にチョコが強くて、なんかワッフルはただ食感があるだけになって、サクサクしてて美味しいのですが、これだったらビスケットとかでもいいかったんじゃないのかなとも思える部分が、わざわざワッフルにした意味がという霞んでしまった部分があるのが残念でした。サクサクのビスケットとしては美味しかったので、これはこちらの点数とさせていただきます。それでは暑中見舞い、暑さばかりかこの先の、暑いのは確かに嫌ですね。でも暑中見舞いでへこみたくもない。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。